ちゃん。こんにちは。はい、速報来ました。はい、来ましたというか、やっと決まりましたかね。まあ、今シーズンね、はい、FA で手を挙げた人が、うん、まあ、何人かいて、うん、まあ、その中の大物の一人だよね。大物というか目玉というか、ね、まあ、目玉というかね。で、まあ、近藤健介、はい、ソフトバンクへ決まりましたね。まあ、決定しました。はい、まあ、総額が6年で35億規模ということで、規模ね、はい、はい、ということで、まあ、決定しました、うん、これね、いろいろね、オリックス、西武、ロッテ、また、まあ、そうだね、残留ということも言われていましたけれども、はいはい、うん、まあ、結局は、まあ、最終的にソフトバンクになったんだけども、はい、おそらくソフトバンクにはソフトバンクと日本ハムで悩んでたのかなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、で、日本ハムの方もおそらく誠意で次から次へ、うん、まあ、手を変え品を変え、やっぱ口説き文句だとかね、いろいろ用意したんだろうけども、やっぱりこう近藤が、まあ、ソフトバンクに行く、うん、まあ、上から下にっていうね、まあ、そんな一番遠い球団に行っちゃったんだけども、あ、場所の話ですね。場所の話ではね、うんうん、だけどまあ、ソフトバンクの方は、うん、やっぱりこう近藤に3番とか、うん、まあ、打ってもらいたいだろうし、うん、まあ、出塁率を考えると、まあ、1、2番という可能性もあるよね、うん、で、まあ、近藤のその出塁率とか、うん、いろんなことを考えないで、うん、勝負強さっていうことを考えると、まあ5、6番に置く可能性があるし、だからすごくね、やっぱ使い勝手のいい選手なんだよね。だからそれだけに、まあ、ソフトバンクは欲しかったと。なるほど、うん、まあ、それとやっぱこういい左バッターいるしね、ソフトバンクの、うん、はい、まあ、見本になれる選手だよね、うん、だから、まあ、いい選手をソフトバンクは取ったなとは思うけど、はい、さて困ったのが日本ハム、うん、やっぱ近藤中心にエスカンフィールド北海道、うん、まあ、来年から新しくなるという ね、まあ、その球場で、近藤野手の目玉として、うん、まあ、やっぱこう押したかったと思うんだけども、うん、まあ、ソフトバンクでもどこでも打てる、だから日本ハムはどこでも打てるような選手をやっぱ失ったということは非常に困ったね、これね、うんうん、まあ、そこをどう埋めていくかというか、っていうのがまた、まあ、全員でね、ね、まあ、テーマとはなるけどさ、ね、まあ、まあ、近藤の代わりを作るっていうこの安定感、うん、他はすごく雑というかさ、まだ思い切りというか、うん、まあ、結果というよりも慣れるというゲームにね、はい、そういう選手たちが多い中で、うん、やっぱ近藤が一番計算ができるというね、まあ、そういう選手を失ったということは、これからやっぱちょっと頭痛いね。なるほど。誰かをやっぱ代わりとして作っていかなきゃいけないし、うん、まあ、周りがもっとしっかりもしていかなきゃいけないということを考えると、なんかすごく大きな選手を失ったかなというね、うん、まあ、まあ、そんな感じがするよ ね。じゃあ来シーズンはね、本拠地も変わり、チームも一新っていう感じになるんでしょうかね、うん、近藤が、うん、あ、日本ハムがね、うん、やっぱこう近藤が決まらないとさ、まあ、例えば、うん、いろんなところに近藤っていうその、まあ、言えばもう主力中の主力だからさ、はい、そのグッズだとか新しいものに変えていかなきゃいけない、うん、ずっと待ってたと思うんだよ ね。で、一番の推しだから先頭に、まあ、例えばポスター作るにしても先頭に立つような男だったと思うんだけども、うん、それもいなくなったといえば、例えば作ってたとしたらもう差し替えになるよね、全部。そうですね、まあ、そういうこともあるけど、うん、まあ、そんなことは近藤にとってね、あんまり人生の分岐点だからあんまり考える必要はなかったにしてもね、うん、まあ、日本ハムとしてはチーム、新しい球場、うん、そういうことを考えても損失だよね、うん、うん、ね、まあ、これ今回争奪戦というような形にはなってましたけど、う、ね、うん、こうね、どこに行くんだろうってみんな予想したりしたと思うんですけど、うん、こう決め手って何だったんでしょうかね。決め手はやっぱこう環境だと思うよ、うん、例えば北海道と九州って、うん、あね、気温は違っても、うん、なんかこう環境という意味では、うんうん、まあ、中洲があって、うん、すすきのがあるみたいなそれは凝縮してグッとあるけど、うん、その周りはなんかそこ静かな静観な街が続くという、うんうん、なんかそういう街並みも
なんかこう似てると思うし、うん、やっぱ生活をするには、うん、やっぱ博多っていうのはものすごく生活しやすいだろうし、ご飯も美味しいですしね、ご飯も美味しいし味は全然違うけどな、ね、北海道って、まあ、だけど近藤が選んだのは、まあ、それともう一つやっぱり優勝に一番近いということ、うん、まあ、オリックスも強いけども、はい、やっぱこう柳田がいたりだとかさ、うん、栗原がいたりだとか、はい、まあ、甲斐がいたりだとか、うん、まあ、オリンピックでね同じ金メダルを取った、うん、まあ、選手たちも多いし、はい、WBC でも多く絡んだ選手も多いだろうし、うん、だからそういう意味では優勝もできる、うん、一番近い、うん、で環境も生活環境もいい、うん、でお金も多分一番出したと思うんだよね、うん、そしたら断る理由がなくなっちゃったっていうのが、うん、まあ一つの理由かなっていうふうに思うけどね、うんうん、まあ、本当にこれはね、あの人生で一番悩んだかもしれない。いや、まあそれはこれからねどんな悩みが待ってるかわからないけども、うん、まあ近藤が29年間生きた中ではやっぱり一番の、うん、悩んだ、うん、ことだろうね。でもまあ悔いがないようにここまでじっくり時間をかけて、うん、決めたんだから、まあ本当にしっかりね、まあ、頑張ってほしいし、うん、それとやっぱり日本ハムにお世話になった、それで誠意もおそらく見せてもらったと思うんだけども、はい、まあそういうことに対してやっぱ感謝も忘れないでほしいなっていうのはあるけどね、うん、俺は日本ハムに残るというふうにずっと思ってたんだけどね、まああの移転するっていう1年目っていうこともありますし、ね、まあそうだね、まあ、だからその FA を取った時点で来年だったらまだこうこっちに移動しても あそうかみたいなことを思ったけど、こうなんかすごく悩む条件が揃っちゃったよね、うん、だからすごく苦しかったと思うけども、はい、ね、まあ今年中に出すって言ってたけどもね、うん、まあ、クリスマス前に決着というね、ね、まあ本当にどうなるんだろうってもう一番こう最後までなりましたまあまあそうだね、はい、まあ、やっと決まったけども ね、 ね、まあオリックスは吉田選手が出るということでね、そこっていうのもね結構言われて、まあ、それも考えたよね、ましたけど、吉田正尚がいて、うん、まあ、森本里、うん、まあ、吉田正尚からの資金が入るんで、うん、まあ、近藤もっていうようなね、ね、そんな話もありましたが、あったけどね、うん、で、まあ、吉田正尚が抜けた、そこにスッと入れば ね、 そうですよね、一番収まりは良かったんだろうけども、うん、まあ、ソフトバンクもね、うん、まあ、近藤が入ったらレギュラー早くどうぞっていうことになるよね、レフとかなんかにね、うん、だからそれは自然にポジションはあるだろうし、まあ、疲れた時には DH も、うん、DH も上手い選手だからね、うんうん、だからそういう意味ではすごくオールマイティで、うん、非常に打順で言えば、はい、どこを打ってもこなせるような選手を取ったなっていうね、うんうん、まあいい補強をしたなソフトバンクは、ね、またね今年こう いろんな経験があってソフトバンクは、うん、こう土壇場でね優勝逃すとかっていうような思いもあるので ね、 いやもうねソフトバンクはねやっぱ本気になってんね、うん、オスナ、ね、ロッテの、はい、もう何千万からなんか6億かなんかで契約したわけでしょ。すごいですよね、抑えとしてね、うん、なんで近藤も取った、うん、ね、まあ来年は本当に優勝するんだというね、うん、まあ意欲を見せてるけどもね、うんうん、だからまあ苦しくなったのは日本ハムだね、うん、あそしてまあね首位を争ったオリックスなんかもいろいろと選手の動きもあるので、いやー日本ハムにいる近藤よりもやっぱソフトバンクにいる近藤の方が嫌だよね。まあそうですかね、もう絶対嫌だよね近藤に打たれても他抑えればいいって言 う、 けど言うかもしれないけども、やっぱソフトバンクはそういうわけにいかないからね、ね、その中の一人ということでなると、あ、まあやっぱり厄介な選手だけども、うん、まあコンちゃんとはね、うん、いろいろこう話したこともあるし、うん、ね、行ったら必ず挨拶してくれたりだとか、はい、まあすごい可愛いプロ野球の後輩だから、はい、まあ日本ハムに残るっていうような期待もあったけども、うん、まあだけどソフトバンクに行くって決めたんだったらね、うん、まあソフトバンクの近藤をこれからも応援していきたいと思います。はい、ね、なんかますます楽しみなことが
増えましたか。まあそうだね、なんか動くことによって活性化してくるというかね、プロ野球もね、はい、そういうね、最近はそういうお話が多いですけど、そうだね、はい、はい、じゃあ頑張ってくださいよ、はい、おめでとう、おめでとうございます。